走った。走ると気分が良くなるな。ママが陸上部だった理由が分かった気がする。脳が活性化されてインスピレーションも湧いてくる。お、どうした？元気ないな。大丈夫か？元気出して。俺でよかったら悩みぐらい聞くぞ。お前はママの大事な子だし。お前、名前はなんだっけ？あ、待って、言わないで。思い出すから。スオーの弟で名前が似てて、オルカ。なんでシャチの命名やねん。あれは海の殺し屋っち言われとるらしいから、むしろ何もかも分かっててわざとそう呼んだんか。あれ、オルカじゃなかったっけ？じゃあイルカだ。俺イルカ好き。綺麗な声で歌うから。海産物から離れんかい。そういえばちゃんと名乗ったことないかもしらんけど、わしの名前は大川琥珀じゃ。琥珀じゃか、覚えた。ヒーローっぽいな、さすが。なあ、待って、行かないで。置いてかないで。セナを怒らせちゃった今。もはや俺が頼れるのはお前だけなんだよ、琥珀じゃ。なんでやね、頼ってくんなや。あとはじゃあは余計やね。わしは琥珀。うん、そうだったそうだった、思い出した。人の名前を間違えるんは失礼よね。わざと揶揄するみたいに呼ぶのはさらにな。一昔前ならイラン恨みを買って切り捨てごめんされても文句は言われへんからな。人をバカにするのも風刺するのも自由やけど、相手は選ばんと怪我するで。海外とかでは今でもマフィアを中傷したら殺されたみたいな話が予算あるやろが、主犯らが知らん最底辺の世界では今でもそういう獣の論理がまかり通ってんねん。メンツを潰されたら殺す、縄張りを犯されたら殺すっちな。何を言ってるかは理解したくないけど、やっぱりお前はスオーと似てるな。あいつも俺があいつの名前を忘れたりするとものすごい怒ってた。やっぱり兄弟だな、似てるな。何をどう勘違いしたんか知らんけど、スオーのボンとわしは兄弟でちゃうよ。単なる親戚やし、あいつは本家の当主でわしは分家の末端や。身分が違う、それはつまり同じ生き物やないってこっちゃ。虎と猫を見比べて同じ動物やねっち言ってるようなもんやで。俺も猫は好き。ああ待って、だから行かないで。そういえばお前に言っておきたいことがあったんだった。それを思い出した。なんやねん、わしはヌシハンと話すことは何もないんやけど。俺にはある、だから話そう。そうしような、一生のお願い。いやいや、この人理屈が通じん。イエスでは割と珍しいタイプとちゃうか。ここまで子供っぽいっちか、子供そのものみたいなのは。あのさ、ずっと言いたかったんだけど、ママを助けてくれてありがとう、琥珀。あいつさ、俺は友達だと思ってるし大好きだけど、誰よりもしんどそうな顔をしてるくせに他のしんどそうな奴らを助けてばっかりでさ、見てて歯がゆかったんだよ。ずっと人を助けるのはいいことだし、それがあいつのやりたいことだったんだろうけど、じゃあそんなあいつを誰が助けてくれるんだよって、ずっと不満だった。あいつっちのはマダラハンのことやね。うん、俺たちの大好きな三毛島マダラ。
みんなあいつに助けられてて、だからあいつが大好きで、あいつに恩返しがしたくて。でもあいつはそんな俺たちの気持ちを絶対に受け取らない。それがずっと寂しかった。確かに俺はずっとバカで考えなしで、そのせいで失敗もしてきて、自分のことでいっぱいいっぱいだった。そんな俺が誰かを助けようとか、おこがましい気がして何もできなかった。たくさんあいつが好きそうな曲とか作ったけど、耳を塞いだ人間の心までは届かない。でもさ、だからお前がいてくれてよかった。わしは何もしてへんよ。別にマダラハンを助けたろうなんて思ってへんかったしな。ただ一緒に路地裏で戦ってるあいつがふらついてたんで、ちみっと肩を貸したっただけや。うん、そういうやつがあいつには必要だった。だから俺はありがとうって言ってるんだよ。あいつ素直じゃないから自分じゃ言わないだろうし、俺が代わりにな。感謝されるいわれはあらへんよ。あいつが救われたように見えるなら、それはあいつが勝手に自分で自分を救ったんや。あいつがこれまでに必死に頑張ってきたんが報われただけの話や。あいつのために駆けつけてきた名もなき50人も、あいつが送ったもんをのしつけて返しに来ただけやろが。あいつがやってきたことがあいつ自身を救ったんや。それをわしの手柄やって言いふらして誇るほど、わしは恥知らずとちゃうよ。50人？何それ、面白そう。詳しく話して。ああ待って、言わないで、妄想するから。まだテレビとかには流れてへんのか。昨日の今日のことやしな。で、それならなんでわしが知ってんねんって思われるわな。失言失言。わしが下の姉はんと入れ替わって四国やら九州やらに行ってたことは内緒にしとかんと。